皆さん明けましておめでとうございます。お前いつまで正月気分でいる気なの？一年。ずっと正月気分じゃねえか。で今回は何すんだよ。今回はあの空気読みを開発した G モードさんのゲームで、マリサと霊夢のチキンと12番勝負じゃ。え、なになに、どっちがチキン野郎なのか対決ってこと？そうなります。あ、私犬に餌やらないと。犬飼ってないだろうが、とにかくやりますよ。あ、やっぱやるんだ。はいはい。ここで審判のフランちゃんだよ。いつもご苦労様です。お礼はランボルギーニでいいからさ。運転できないだろ。お二方にはこれから19試合をしてチキン度を測定します。なった。過酷な場面でいかにギリギリまで我慢できるかということです。ですが我慢しすぎて失敗したらダメです。ふむふむ、なるほど。このように5段階で評価されるので、最後点数が高かった方の勝ちとなります。わかりましたか、マリサ。私は理解したぜ。私はよくわかってません。ダメじゃねえか。とにかくやってみよう。今回は魂で遊ぶをプレイしていきます。おこれが全部で19個ってことか。さあチキン野郎は果たしてどっちなのか。マリサ、負けませんよ。私だってチキン野郎の称号がつくのは嫌だからな。罠なバニエン、ワニに噛まれるな。ワニに噛まれそうになったら逃げてください。 1P が霊夢で 2P がマリサになります。マリサ、なんだよ、なんで頭に自分乗せてるんですか。めっちゃ偶然、て川に来てる。マリサ逃げて。おーじゃー、いやいや今それどころじゃないから。ワニ来てるって。やっぱワニもバナナの方が食いつきがいいですね。壊れたー。おっと霊夢ギリギリまで我慢しすぎたか。ある意味一番勇気ある。パッキーゲーム、キスを阻止しろ。すごい女子がお二人に迫っていきますので、限界を感じたら逃げてください。いや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 、これ女子ってかおっさんじゃないんですか。もう限界を感じてます。マリサもう少し粘れ。限界。あ、私、もうお嫁に行けません。マリサー。ここでなんと同点になりました。チキチキタライ落とし、頭をぶつけるな。タライが落ちてきそうになったらやめてください。タライじゃねえじゃん。あれもうどっすんじゃん。てかマリオじゃん。椎茸持ってるし、こんなん頭に落ちてきたらあの世だぶねー。霊夢の方が辛抱したような気がしますね。嘘ガンゾチキンレース、崖ギリギリで止まれ。止まらなかったら、奈落に落ちます。怖すぎんだろ。これ全然先が見えませんね。この数字を頼りにブレーキを踏むしかない。なんだじゃあまだまだ余裕ですね。余裕ぶっこいてたら奈落の底だぞ。奈落って言ってももしかしたら下では楽しいことが待ってるかもしれないじゃないですか。全然楽しそうじゃないですけど。むしろ想像通りだよ。あ、これもうスピード100キロ出てますね。おまわりさんあいつスピード違反です。それ言ったらこのゲームできないわ。今時速100キロで走ってて残りが100メートル帰ってたらお前落ちるんだぞ。落ちるのが怖くて取り玉やってられっかって。いやー。フラグ回収お疲れ霊夢さん。お願いだから投げて寝ないで。想像通りのとこだったみたいだな。トリコンファンタジーモンスターを倒せ。なんで戦うのジジイなのよ。ジジイとか言うなって。そこはほらもっと勇者っぽい感じのさ。これが主人公のゲームなんて売れないですよ。お前ちょっと黙ってろって。ちなみに赤いところにバーを合わせると10ダメージ相手に与えられます。黄色にしかだねーよ。マリサなんて自分の体力の倍以上向こう残ってるんだぞ。悪かったな。てかお前も今その状況だろ。おかしいな。目押しの達人を呼ぼう。そんな時間ねーよ。あ、もう無理ですわ。霊夢諦めんのか。人間引き際も大切なんだぞ。マリサはまだワンチャンいけますよ。お前自分は逃げただろ。だって相手の攻撃が1かもしれないじゃないですか。逃げます。これは2人ともチキンということでした。もうわかったよ。トリダマサスペンス劇場、爆発寸前で爆弾を止めろ。これは爆弾。早く止めないと。ギリギリまで待ってください。意味わかんねえよ。しかもうちらの家にあるじゃないですか。お前残りの秒数数えてる。あーもう止めちゃえ。私も止めちゃえ。わ、1秒切ってる。もう少しで爆発するところでしたね。爆弾の犯人はボンバーマンだったみたいだな。さすが爆弾のプロ。のんのんのんで、こぼれない程度に注げ。酒だ、酒持ってこい。まあまあフランさんオレンジジュースでもどうぞどうぞ。おっとっとっと。さあさあフランさんこちらもどうぞ。おっとっとっと。それにしても普通のコップはなかったのかい。リケジュのフランさんならこっちの方がお似合いかと。もっとマシな嘘つけないの。きっとクルック、襲われる前に追い払え。お化けに襲われる前に追い払ってください。おばおばおば。はい、マリサちゃんは少し落ち着きましょうね。お化け消えちゃったけど。マリサ、お化けの気を感じ取るんですよ。感じ取りたくもねえ。霊夢お前霊媒師かよ。いいところで追い払いましたね。鳥魂ランド、檻が壊れる直前まで耐えろ。寿司三昧って感じですね。もろにそうだろ。これ何？どうすればいいの？身の危険を感じたら引き上げてください。もう身の底に落とされてるだけで身の危険感じてるよ。大丈夫ですよ、穴さえ開かなければ。穴開いてますけど。魚のタック
プルが止まりません。止まらないどころか増していってますよ。ですがマリサ、寿司三昧たるものそんなことでビビってはいけませんよ。私寿司三昧じゃない。じゃあ魚の大群が。お前が一番ビビってるだろ。クジラ、クジラも出てきた。マリサーと言いながら霊夢はちゃっかり浮上。マグロに食われたー。キラキラさせんな。ここで中間発表です。マリサが鳥に近づいています。マジかよ。藤山ダイブ着地しろ。バンジー。これバンジーじゃねえから。パラシュート開かないと死にますよ。正月早々穏やかじゃないですね。この人に合わせてパラシュート開けば大丈夫でしょ。お、開いたぞ。お前なんでまだ開いてねえんだよ。もう地面まで100メ。あ、霊夢生きてる。死んでる。あ、生きてる。水上ドリラー、穴を開ける直前まで回転しろ。どうも、ハニューです。お前ファンから殺されるぞ。今ここではワカサギ釣り大会が行われています。ここに魚なんかいねえだろ。穴を開けてワカサギを釣った方が東京オリンピック出場というのは嘘です。やられたー。決めてー。マリサワカサギいた。いるわけねえだろ。バナナバニエンツー、ワニに噛まれるな。今度は左右からですか。相変わらず乗せてますね。なんで私バナナなの。粗品な。お前さっきからあれに聞い取られすぎなんだよ。あ、霊夢ちゃんを先失礼します。霊夢ビビりすぎじゃね。さっき思いっきり噛まれてますからね。ゼロ炎上等食堂、時間内に食材に火を通せ。お二人にはこのマグマで調理してもらいます。ワイルドすぎだろ。もちろんマグマダイブもありです。いらないだろ。マリサ、マグマダイブイコール。あ、今さらマグマダイブで視聴率なんて取れないんだよ。霊夢もこんがり焼けました。元祖チキンレース2、衝突ギリギリで止まれ。いや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 、霊夢の方なんか変なやつ乗ってますよ。かろうじて見えてるのでオッケー。オッケーじゃないですよ。今回は左右から来るのでちゃんと止めないと爆発します。このゲームさっきから危険すぎないとか言ってたら距離見逃しますよ。もうこっちには変なやつ乗ってんだ。あ、でもなんか普通に見えるじゃん。残り50m50m。 いやー、なんでぶつかっちゃうかな。変なやつ乗ってたからあいつのせいにするな。闇討ち忍者、時間内に殿を仕留めろ。クセモノじゃー。出会い出会い。お前が一番クセモノだよ。あ、あれは小判。小判。はい、霊夢スイッチ入りました。あと3秒しかないんだけど。若殿がチラチラこっち向くんですよ。霊夢の小判がー。霊夢のではないが残念だったな。のんのんのんです。こぼれない程度に注げ。オレンジジュース、氷入りで持ってこい。まあまあ、フランさんどうぞどうぞ。これ 100% オレンジだろうな。もちろん。さあさあ、フランさんこちらもどうぞどうぞ。お前入れすぎじゃない。私の手がオレンジジュースまみれだよ。笑った。いや、何笑ってんだよ。天空の鳥魂、少年に飛び移れ。俺の腕に捕まるんだ。わかったわ、落とさないでね。ナイスキャッチ。あーれー。お前の落ちるタイミングがおかしいだろ。藤山大仏、着地しろ。霊夢さっきと同じミスすんなよ。わかってますわかってます。他の仲間と一緒に開けばいいですよね。それか地上までの距離出てるから。消えたわ。もともとあの距離大して気にしてないんで。気にした方がいいよ。今だー。これもうば。無事に着陸。おい、霊夢生きてるか。お返事がないですね。くらえ、飯三昧、所持金があるだけ食え。マリサ念願の寿司ですよ。てかマリサの方が所持金多くないです。この日のためにコツコツ貯めてきたんだよ。ちなみに霊夢は私から借金してきてます。漁師高いものだけ食べるぞ。所持金オーバーすると力動くです。あのカッパ巻き15,000円。どんな給料使ってんだよ。あれ、なんか所持金が見えなくなっちゃいましたけど。カッパ巻き通り過ぎたぞ。あー、霊夢のカッパ巻き。こうなったら残り全部食べてやる。私も所持金はたっぷりだからな。残り全部食べてやる。皿の色で値段が変わりますからそこら辺を気をつけよう。よし、霊夢はストップも食べちゃうぞ。腹壊しても知らないぞ。うー、食った食った。あれ、なんか私の文字赤くない。さっきのカッパ巻き食ってたらクレイジー。マリサは所持金オーバーしてしまったので力動くの刑です。マリサ頑張ってください。霊夢も私に返済するのに一緒に行くんだよ。なんでー。はい、ということで全てのステージ終了いたしました。果たしてチキン野郎はどっちになったのか。霊夢マイナス7点、マリサ0点で霊夢がチキン野郎となりました。
むしろミスを恐れない勇敢な心の持ち主ですよ。ということで霊夢さんにはひよこを贈呈いたします。ひよこ1月中は常に頭に乗せて育ててくださいね。それでは今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画の紹介やこっち用のみのアカウント作りました。気になる方はフォローしてみてね。